ボヘミアガラスボヘミアガラスはガラスを加工するチェコの伝統産業の一つ。緑のソーダガラスを使った安価な日用品から丹念なカットと彫り込みが施された高級品のクリスタルガラスまで様々な種類の製品が存在する。ボヘミア産の木盤から取れた狩りを原料とする無色透明の狩りガラス17世紀に考案された彫り込みがボヘミアガラスの特徴である。 同性の回転板による浮き彫り、研磨、カットに適した仮ガラスによって独特の特徴が確立されている。仮分を主成分とする基礎はナトリウム分を主成分とする、ソーダ倍よりもガラスの透明度を高め、屈折率を大きくする働きがある。適量の酸化マンガンを加えることで原料に含まれる鉄分から生じる青緑色がガラスから除かれ、 無色透明のガラスが作られる。ボヘミアでガラスの製造が盛んに行われた理由には、ボヘミアはシリカの原料、ルツボに使用する粘土や釜の素材となる岩石にも飛んでいたことも挙げられる。また、ブルタバ川やエルベ川などのボヘミアを通る河川は、ガラスの材料と完成した製品の流通路となり、器具の動力となる水車の利用を助けた。ボヘミアにおけるガラス工芸の歴史は、 13世紀に遡る。12世紀のボヘミアでは、教会で使用されるステンドグラスが作られていたが、世俗社会との関係は低く、一般向けのガラス容器が作られるのは13世紀に入ってからである。13世紀のボヘミアには、ベネツヤからガラスの製造技術が伝えられていたが、ガラス産業の規模は小さかった。中世のボヘミアで生産されたガラスは、 森林地帯で作られる厚手のバルトグラスが中心で、技法は不思想伝のものとなっていた。14世紀に入り新聖ローマ皇帝カール4世の地下で、プラハがヨーロッパ文化の中心地として繁栄していた時代に、ボヘミアガラスの骨組みが出来上がる。カール4世の時代にボヘミアとベネツィアの関係が深まると、徐々にベネツィアングラスを手本としたガラスが製造されるようになる。しかし、 当時のボヘミアガラスは工芸品としては未成熟で優れた技術はもっぱらステンドグラスの製造に生かされていた。15世紀末までにチェコドイツ国境の森林地帯でガラス工房が発展していき、14世紀末には約20のガラス工房がボヘミアに存在していた。14世紀末から15世紀初頭のボヘミアでは主にビサンチングラスの様式を継承したグラスが 製造されていた。15世紀半ばにビザンツ帝国が滅亡。この頃からベネツィアのムラーの島から抜け出してボヘミアに移住するガラス職人が増え始める。16世紀には約90の工房がボヘミアに存在し、ビザンツ、ベネツィア、ドイツといった外国の様式を模したグラスが作られていた。17世紀のバロック時代まではベネツィアが ヨーロッパのガラス容器の生産の中心地であり、ボヘミアのガラス製品も、ベネツヤの影響を受けていた。プラハを帝国の首都とした新聖ローマ皇帝ルドルフ2世は、学芸の保護者として知られ、特に、ガラス工芸を熱心に保護した。17世紀前半に、プラハの宝石カッティング職人、カスパルレーマンによって、銅やブロンズ製の回転砥石で宝石をカットする。 エングレービング技術のガラスザ工クへの応用が考案される。従来のベネツヤ式のエナメルを使用した絵柄の描画に代わってガラスに直接絵柄が彫り込まれるようになり、レーマンはルドルフ2世からグラビールの独占権を認められた。グラビール彫刻はボヘミアとシレジアに普及し、レーマンの弟子、ゲオルグ・シュバンハルトによってニュルンベルクに伝えられ、ドイツ。 オーストリアにも技術が広まった。それ以降、従来の加工法を結合させ、装飾的なバロック様式が施されたガラス細工がヨーロッパの市場で知られるようになった。プラハの宮廷で流行したボヘミアガラスはハプスブルク家の愛用品となり、ヨーロッパ各国の宮廷で珍重された。レーマンラ初期のガラス職人の作品はガラスを 面ごとそぎ取ったとも思える大胆なカットと緻密な掘り込みが共存しており、彼らが培った伝統は後世の最高級品の中にも根付いている。1660年代から1670年代にかけての期間には、ボヘミアでクリスタルよりもグラビール彫刻に適した気度の高い高質の仮ガラスが開発された。ガラスの原料の一つとなるソーダバイについて、ボヘミアは、 ジェノバからの輸入に依存しており、しばしば供給に不都合をきたした。ソーダバイの代用品として、シレジアの産地で伐採された木材から作った石灰が使われるようになる。1680年代には、ミハイル・ミューラーによって木灰を利用した石灰仮ガラスが発明される。しかし、ミューラーのガラスは、石灰の量の調節が難しいために均等な。 品質の維持に困難をきたし、ガラスの品質が安定するようになるのは18世紀に入ってからである。また、カットとグラビールの発展とともに、釜、材料の調合の割合、除霊法にも改良が加えられていった。18世紀末には、乳白ガラスが開発され、ドイツ製の磁器を模倣した作品が多く作られた。こうして、 カットとグラビールというボヘミアガラスの特徴とヨーロッパにおけるボヘミアのガラス産業の高い地位が確立し18世紀にはベネツィアのガラス工芸に影響を与えるようになった18世紀のボヘミアにはグラビール彫刻とカットを手掛ける工房が多く稼働していたがそれでも各国からの注文に生産が追いつかずシレジア地方やドイツのベルリンから職人が招集された ボヘミアガラスの流行には体系された流通網も重要な役割を果たし、ボヘミアガラスはヨーロッパ、さらにはアメリカに輸出された。ボヘミアガラスの販売店はヨーロッパだけでなく、イズミル、カイロ、ベイルート、ニューヨークなどにも置かれていた。30年戦争後に、ボヘミアがハプスブルク帝国に編入された後も、ボヘミアのガラス工芸は時代ごとに、 新たな作風が開拓されていく。18世紀中頃から19世紀前半にかけて続いた戦争はボヘミアのガラス産業に大打撃を与え、ヨーロッパ各国が輸入品に高い関税をかけたためにボヘミアガラスの輸出量は激減する。さらに古典主義時代にはボヘミアガラスはイギリスの鉛クリスタルガラスの影響を強く受けた。面ごとガラスをカットする。 イギリス風のダイヤモンドカットに対抗して、ボヘミアでは V 字型に掘り込んだ直線の溝を交差させる様式が新たに考案され、V 字型の溝が交差して生まれる輝きは、ボヘミアガラス独自のスタイルとして定着する。19世紀にボヘミアガラスに訪れた機器は、夕食ガラスの開発によって克服される。1832年頃には、フリードリヒ・エガーマンによって、かつて、 ステンドグラスに使われていたステイニングが再発明される。エガーマンはステイニングを利用して大理石や木の年輪のような多層の模様を持つリシアリガラスを開発した。他にエガーマンは半奇石を模したメノーガラス、クジ石を模したジャスパーグラスを開発し、開発した素材の上にエナメル金彩を描いてボヘミアガラスの新たな境地を開拓した。 エガーマンによって発明された夕食ガラスの一つであるヒアリスガラスは濃度の高い赤黒色のガラスでイギリスのウェッジウッドから着想を得たと考えられている19世紀半ばにはガラス職人クラリクによって様々な色のアラバスターガラスが発明された夕食ガラスを利用した技法の一つにはガラスの生地に夕食ガラスを重ねカットや グラビール彫刻を施していくかぶせガラスがある。19世紀には輸出用の登録商標として、ボヘミアクリスタルという名称が考案され、ブランドイメージの向上に大きな役割を果たした。19世紀末には、ボヘミアガラス独特の特徴は徐々に失われていき、作業工程の機械化が進展していく。こうした数性に対して、 ボヘミアガラスの伝統と技法を守ろうとする動きが起こり、各地にガラス製造のための教育機関が続々と設立される。1890年代にはボヘミアガラスにもアール・ヌーボーの影響が及んだ。アール・ヌーボー機にはガラスに薬品を塗って虹色の被膜を作り出すラスター・アイアの技術が再生され、ラスター・アイアによる交際ガラスが人気を博した。 1903年から1938年まで活動していたウィーン工房はボヘミアやモラビアの工房に作業を外注し、ウィーンの簡素なデザインはボヘミアガラスにも影響を与える。1925年にパリで開催されたパリ万国博覧会に出品されたヤロスラフ・ホレエックのグラビール彫刻は高い評価を受けた。1948年に ボヘミアのガラス産業は、チェコスロバキア政府によって国有化される。社会主義化のチェコスロバキアでは、国策として、重工業が優先され、ガラス産業も他の中工業と同じように規模が縮小されようとしていた。第二次世界大戦後に、プラハ芸術アカデミーの教授職に就いたヨッセフ、カプリツキーは、教え子たちに密かに西側諸国の現代美術の知識を伝え、 自由な精神と独創性を育て上げた。1957年にミラノで開催されたトリエンナールに出品された作品はボヘミアガラスの国際的な評価を高め、1958年のブリュッセル万国博覧会にもボヘミアガラスが出展される。チェコのパビリオンにはカプリツキーの指導を受けた若手の作品が並び、彼らの作品は国際的に高い評価を受けた。 万博での成功の結果、ガラス産業はチェコスロバキアの政治的プロパガンダの広告ととされ、手厚い国家援助を受けた。国家によって選抜された芸術家たちは、工場で量産されるガラス製品のデザインや素材の開発を手掛けるとともに、芸術性を追求する創作活動のために工場を利用することもできた。こうした環境は、個人規模では、 不可能な制作活動を可能にし、チェコのガラス芸術は国際的に高い域に達する。社会主義時代のガラス工芸の中心人物であるスタニスラフ・リベンスキーは応用美術アカデミーで後進の育成にあたり、妻のヤロスラバ・ブリフトバーと共に多くの国家的プロジェクトに着手した。リベンスキーらによる作品の一つに、セービット大聖堂内のセーバーツ・ラフレイハイドの 窓が上げられる。ボヘミアグラスの製法の一つに、18世紀に考案された銅ボイスチェンカがある。ヘレニズム期から利用されている技法で密着する掃除系の大小のグラスの間に模様を彫刻した金箔や銀箔を挟み込む。1730年代から1750年代にかけて流行したが、19世紀初頭に銅ボイスチェンカの技術は消失する。 銅ボイスチェンカが流行した18世紀には黒エナメルや金箔で文様を描くロココグラスも考案された。あらかじめ多面カットを施したグラスに単色のシのわずリ文様やロココ文様を描く技法で無色の素地に文様が浮き出すように見える。ロココグラスは19世紀初期まで製造されていたが銅ボイスチェンカと同様に19世紀中に技術が失われる。ありがとうございます。